押し。こんばんは、花岡しおりです。私が紹介させていただく一押しはリモキュー。リモキューとは今話題のオンライン上でみんなで同時にクイズが楽しめるというサービスのことです。ずっと気になっていたんですけど、なかなか挑戦できていなかったので、今回この場をお借りして初めてリモキューをやってみたいと思います。同期で仲のいい広川くるみちゃん、小木田恵理子ちゃん、有住徹くんの3人にご協力をお願いいたしまして、なんと今回一緒にリモキューしていただけることになりました。ありがとうございます。ということで4人でリモキュー初挑戦やっていきたいと思います。ズームの作成をしていきたいと思います。リモキューのルームクリエーションというところに、まずね、出題する問題のカテゴリーを選ぶことができます。5つありまして、知識系クイズ、みんなに質問、脳トレ、なぞなぞ、大喜利とあるんですけれども、今回は面白そうなので5つともチェックをつけたまま進めていきたいと思います。ルームを作成、はい、もうできました。ということで、こちらの URL をみんなに共有していきます。もしもーし。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。こんにちは、おはようございます。ということで、リモキューを始める第1問、デレレン。知識系クイズ、ワイシャツの Y とは何の意味？ワイシャツ、Y？ 聞いたことあるな。え、聞いたことあるの？あるけどわかんない。わかんない。じゃあみんなの答えと正解を見てみましょう。デレレン、はい、正解はホワイト。ホワイトシャツ。あってた、あってた、あってた。何知ってんの？本当だ。なんかで聞いたことある。アリズミ君正解じゃん。ねえ、エリ。エリ、ワイワイ、エロワイ。あ、エリが。エリ、エリ、エリってこと？洋服のエリか。エリの形に疑問を持ってワイにしたの。そうそうそう。ワイになった。言いたくなるでしょ？エリの形がワイ。いや、面白い、面白いよ。第2問。この埼玉県のマスコットキャラクターの名前は何？何？知識系クイズ。何？え？何？埼玉県？これは分かりますよ。嘘。分かるの？分かりますよ。まさか埼玉県のマスコットキャラクターが来るとは。ヒントくれ。ヒントは？ヒント。うん、俺が出していいんですか？いいよいいよ、うん、出して。ね、このキャラクターのモチーフは、うん、確か、うん、白子バットだった気がする。白子バットで揃ったかな。よし、じゃあ行きましょう。正解は、はい、コバトン。コバトンと言います、このキャラクターは。ちょっとちょっとみんな白子バトを逆さまに読んで、トバコらしい？コバト。おぎね、頭いいね。白子バトーレ？トバコらしい。さ、白子バトーレ？なんかサッカーチームみたいな、白子バトーレ。なんかスタイリッシュだな。コバトも手を洗ってマスクをして。ね、かわいい。えらい、かわいいですね。いろんなところにね。かわいい。かわいい。白子で手洗ってる。白子じゃない。白子で。ちゃんと石鹸で洗ってますよ。頭に乗ってんのが白子かな、じゃあ。いやいや、違うでしょ。全然違うでしょ。頭で作るな。第3問。みんなに質問。これさ、この中で変態だな、この人。と思う人は誰？なんかかぶりそう。かぶりそう？ほんと？みんなかぶりそう。みんな一緒だったらちょっと嫌だな。じゃあ、みんなの回答。オープン。ほら、くるみくるみ、広川くるみ、有住徹。そうそうそう、そういうね、そういうとこだよ。そういうとこだよ。そういうとこですよ。そういうセンスが、そうそうそう。そういうセンスですよね。常軌を逸してるというかね。そう、生粋の変態だなったね。なんかまあ、唯一無二の感じよ。くるみしかいないって感じが。そう、常軌ラブですよ。やばいね。やばい、変態ではないから、全然。ありがとう。あ、ほんと？よかったよかった。じゃあ、いい気分のままで次の問題に行きましょう。お、第5問。わかった。これは、系統が違う問題か。これは脳トレですね。ハテナに入る漢字は何？これよくあるよね。クイズ番組とかでもこういう感じのクイズ。
ある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 。いや、こういうの好きですよ、私、ね、では、自信満々の答えを見てみましょう。イエーイ、イエーイ、よし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 、イエーイ、全員正解、素晴らしい。あ、待って、聞けた。これは吹雪、雪、雪崩れ、雪、雪辱、初雪、うん、ですね。ピンポンピンポンピンポン。いや、素晴らしい。じゃあ次の問題行ってみましょう、うん、はい、でれん、第7問、みんなに質問、はい、最近の悩みを教えて、はい、結構ガチなやつ書こうかな、じゃあそんな、ね、そんなじゃあみんなの悩みを見ちゃいましょう。何悩んでるんだい、みんな。眠れない。ちょっと違うよ、ちょっと違うけど、で方向性はすごく似てる。あ、寝たいのに寝れないって。あ、リズミ君、飼い犬が短毛になってほしい。あ、短毛、あ、寂しい、寂しい、欲しい、なってほしい。切ったの、ちゃうちゃうで、そう、トリミングしたの、したんですよ。あ、そうなんですよ。暑いもんね。すっごいね、毛が長くてモフモフの子だったんだけど、そっかそっか、暑そうっていうのがあってちょっと切ったんですね。うん、で頼むときにわりかし、あ、ちょっと短めにお願いしますみたいな頼んだら、うんうんうん、もう別人別犬別犬になっちゃったの。うん、でも可愛い悩みばっかりでみんな幸せよ。じゃあ次の問題に行きましょう。あ、謎なぞ、子供なぞなぞ、虫が1匹しかいないのに、うん、みんなが8匹いると言ってるよ、この虫は何、みんなわかるよっていうやつかな。なんかこれ問題も8問目やしな。あ、ほんとだ、8問目だ、い、うん、ってみましょう。はい、8、ブーン、なんだ、イエーイ、なんでなんで、なんで、なんでついてんの、みんなそれぞれ違う文字化け、これ絵文字つけたら文字化けしちゃったみんな8って答えてるのに全員書き方が違って面白いいや嬉しい、みんなで正解できるの。次が最後の問題でございますよ。あっという間の最終問題はこちら、デデン、最終問題大喜利ですって。新しく始まったアメリカ大相撲、この相撲の特徴は、これはいい、大喜利らしい大喜利って感じするね。じゃあみんなの答えを見てみましょう。オープン、おぎめ、自由の女神の上から自由すぎる、ポン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 、自由の女神の上からポン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 だからフリーダムすぎるんだが、いや、これはさすがに優勝は荻田恵理子ですね。うん、おめでとう、やっという間の10問で、すごい楽しかった、ね、楽しいね、これね、初めてやったけど、出題する問題のあのカテゴリーを選べるから、うん、その大喜利だけとか、クイズだけっていうのも実はできるんですよ。そう、今回はね、全部選択してランダムで出題してもらったんだけど、そう、だから縛りをつけて遊ぶのも楽しいかもしれない。みんな、はい、ありがとうございました。今日はこちらこそありがとうございました。ありがとう。はい、いかがでしたでしょうか。本当に楽しくて、あっという間の10問でございました。さっきの4人でまたリモキューしようねなんて約束しちゃいましたし、他のメンバーとやっても絶対楽しめるなと思ったので、81の先輩方とリモキューで親睦を深められたら嬉しいななんて思っております。ということで、この動画がいいなと思ってくださった方、そしてリモキュー楽しそう、やってみたいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメント欄にこのクイズ分かったよとか、私ならこうやって答えるかななんて書いていただけたらとっても嬉しいです。ということで、お相手は花岡しおりでした。